はい、どうも、コンシェルジュです。で、これもね、レストランの話なんだけどさ、言われたんです、女性から。コンシェルジュさんはあれですねと。こうテーブルね。これテーブルね。で、僕結構こうとかなんかこうみたいなちょっと崩れるんだよね。それね、お仕事とかの時はそういうことしませんよ。誰かお客さんと直接ね面談するとかっていう時はちゃんとこうやって普通にやってますよ、どう思って。でもなんかその普通のね、女の子の知り合いとかとご飯行く時は多分ね崩してんだね。なんかこうとかなんかこうとかなってんだよね。でメニューとか一緒に見る時もちょっと前のめりになってこうやって見るんだよね。ね。でそれがいいっすねって言われたので、え、なんでって聞いたらさ、威圧感があるから、背低い方ではないからね。まあ普通ぐらいだから、普通の女の子にとってみれば、まあ背高いわけですよね。で、その状態で、例えば目の前に男性が座ってて、で、背が高いと、それがね、まあ自分の彼氏だったらいいさ。彼氏だったら何でもないけど、彼氏でも何でもない僕がね、男が目の前に座ってて、こう、大きい感じだったら、威圧感があってちょっといやらしいんだよね。プレッシャーかかるって言うんですよ。だからでもね、コンシェルジュさんはこうやるじゃないですかと。まあね、やるんだよね。これなんでだろうね。だるいわけじゃなくて、多分僕も無意識で、ああなるほどと思ったんだけどさ、無意識で僕も分かってて、こうやった方が反応いいんだよ。ちょっと崩すっていう、だらんとしたらそれはだらっけてるだけだよ。でもちょっとなんかくにゃっとしてテーブルにちょっとお腹をつけて、こう、やや崩す感じ、ややリラックス、前のめりリラックスみたいな状態にしてる方が女の子からの受けがいいって多分自然に分かってたんですよね。で、これなぜかっていうのが判明しましてですね、目線の高さなんです。いい、男って背高いから当然顔が上にあるよね。そっから見下ろす形になるよね。で、男はいいよ、自分より背低い女の子をこうやって見下ろして、あ、可愛いなと思ってんだからいいんだよ。でも女の子の場合で、まあそのまだそんなに仲良く、仲いいレベルまでなってない、肉体関係とかも特にないね。で、もしくは元カノと久しぶりにご飯食べてる時とか、そういう時にやっぱり上から目線になっちゃうとちょっと威圧感があったり怖かったり、そもそもね、例えば元カノだったらさ、あ、大丈夫かな、この人変わってんのかな、変わってねえのかなと、うざいのかな、うざくないのかなと思ってきてるんだから、威圧感は感じるんですよね。それを僕のこの崩しスタイルが、ややそのレストランとかで前のめりになりながら話を聞いたりとか、メニューを見たりとかするスタイルがいいらしいんだよ。で、そういえばね、僕はガソリンスタンドで働いてたっていう時があった、話したと思うんだけど、おらえおらえね。で、まあ、フルサービスのお店だからさ、物を売るんだよね。で、物を売る時に、僕が働いてたスタンドっていうのは、すごい厳しいスタンドで、営業ってことに関して。ドア、お客さんのドアを開けさせていただくじゃん。まあ、何かしらトークして開けるんだけど。その時に、片膝ついて、これ片膝ついて、片膝を立ててる状態で、完全に運転席には運転手が座ってるよね、普通の乗用車ので。地面に例えば右膝つけて、左膝を立てて、まあ紳士的な感じでしゃがむ状態で、オイルの交換がどうとかね、こちらにオイルのね、ステッカーの方が貼られてるんですけれども、こちらの走行距離が何万キロになってますが、なんちゃらかんちゃらとか、そういうご説明をするんだよね。そうすると、正直ね、VIP カーとかそういう感じの車に、若干 VIP な感じの車に乗ってる人は、いい気になって、オイル交換じゃあお願いするわみたいな、あと車内清掃とかもお願いしちゃうわみたいな感じの営業が取れるんだよね。でそういうのすごく詳しい人っていうのは、別にはオイル交換とか自分でやってるからいいからとかって言われるんだけど、そこまで車好きだけど、そこまで難しいことは分かんないっていう、そういう人たちは、じゃあお願いするわって言ってくれるんですよ。ありがとうございますっつって、オイル交換やりますみたいな感じの対応をする時の目線、完全に相手より下でね、片膝ついて、こちらいかがでしょうかって上向いて話してんだよ。運転手さん座ってる状態なんだからね。これよ。それをあなたもやろうぜ。ね。あなたの目線を、まあ、
椅子に座ってる状態でレストランでね、相手より下げるってそれは難しいから、せめて対等なラインぐらいまで持ってくために、かといって椅子にこうやって腰掛けて、浅めに腰掛けてダラーンってやってんのはだらけてんじゃん。人の話聞いてない感もあるしね、何つまんねえのって思われちゃうから、ちょっと前のめりになって、何がいいかなみたいな、これ美味しそうだねみたいな感じで対応してあげると、目線がほぼほぼ一緒になるし、まあ若干近づいて僕も嬉しいっていう感じになるでしょ。このテクニックは頭に入れておいてね。結構ねいるんですよ、腹圓工作頑張ってやりました僕らが、で自分磨きもやりました、でご飯食べに行くことになったんですけどっていう。でこの時にミスると痛いじゃないですか、せっかくチャンスが訪れたのに、それをうまくできなかったがゆえに話してしまうね、チャンスをつかめないっていうの超もったいないでしょ。これはだから練習しとかなきゃダメですよ。で練習する相手がいないね、見つけよう。だから男女異性交流しなきゃダメですよと、復縁したくたって、好きな人がいる状態だって今すぐその好きな人とは一緒になれないんだから、だったら別の男と別の女とちょこっと仲良くして、そういう実験とかしてみなきゃダメですよっていうことです。はい、これはね頭に入れといてください。ちょっと実験してみて、反応率若干いいかなっていう感じになると思いますよ。その小さな小さな若干いいかなっていうぐらいの小さな小さなテクニックの積み重ねでしょ。それで成功するか失敗するかっていうのが決まってくるじゃないですか。だから頑張ってみてください。はい、今回は以上です。コンシェルジュでした。ではまた。